皆さんこんにちは、ダイバー先生の小太郎です。今日は福岡で出会う海の生き物、毒のあるやつ、痛いやつ、ベスト5ご紹介していこうと思います。海って毒のある生き物が多くて、毒性も様々、痛さも様々。今回は小太郎調べです。痛かったやつベスト5。まず第5位はシロガヤ、クロガヤ。こいつらはね、まあ一見こう植物みたいな感じで岩から生えてて、あれなんか植物かなと思って触るとパチンと痛い、微弱な痛さ。でも触るとやや痛いので、耐えれるけど耐えたくない痛さのやつです。まあ普段はグローブとかをしてるのでそんなことはないんだけど、つけてなかった時とかにパチッと触ると、まあ、すごい痛い。こいつ第5位です。続いて第4位はウミケムシ。見てこのフォルム、もう見た目からちょっとグロい。これね、波打ち際とかにもねたまに落ちてんだよ。これは海から上がって砂で手をきれいにしようと思ってね、こうすくい上げてさーってやった時に、もうこの間にいて、もうこう手がねボロボロになりました。これめっちゃ痛かった。無数のトゲがあって、でそこに言えば微弱な毒が入っていて、フォルムのショックも相まって精神的苦痛を味わった痛さでございました。さあ続いて第3位は、はい、皆さんも恐れている表現でしょう、赤クラゲです。このね、長い触手、くどくしい見た目、まあ、もちろんその福岡いろんなクラゲいます。刺されてバジーンとか痛ってなったクラゲとしてはこの赤クラゲピカイチです。過去僕ね、沖縄であのハブクラゲにも刺されたことがあって、そこで比較するとハブクラゲの方がやっぱりいてけど、まあ、ハブクラゲ福岡にはいないので、福岡で見れるクラゲでまあ痛いやつ、どんぐらいのことかな、もう 2,3 週間ぐらいかな、もうここにブワーってこう線が残っちゃって大変痛かった。これは皆さん刺されるのおすすめしないです。気をつけてください。ただ最近はね、で日焼け止めと一緒に兼ねてクラゲに刺されないよっていうローションもあったりするので、完璧ではないけれどもかなり効果は高いので、ぜひね海水浴とか行く時にはつけることをおすすめします。続いて毒のある生き物第2位は赤エイです。エイ来ました。これエイです。エイの中でもね、そんなにねバーンと大きいやつではなくて、まあ、これ僕が刺されたことあるやつなんで、もっともっとえげつなやつはいると思うんですが、ここら辺から病院レベルです。で赤エイに刺された時は腕がパンパンになりました。でもこれはまずいと思うぐらい腕が熱を持って非常に痛かったですね。結局ね、痛みはね 2,3 日続いたかな。なんかこうじんわり痛かった、本当に痛かったのは初日だけだったかな。でもやっぱり赤い毒もあるし、人によってはね命を落とす危険性もあるので、ぜひ気をつけてください。そして栄えある第1位、幸太郎とっても痛かったやつです。第1位はオニオコゼ。これめっちゃ痛い。夏場とかって足ひれ、フィンを履くときに裸足でスポッと履くフィンがあって、でそれを履いて潜るんやけど、オニオコゼってこれ見ての通り非常にこの擬態が上手なやつで、岩場のところへんで撮影をしてるときに、まあ、ゆっくり岩のところにこのフィンをこうやって落としていくんだけど、足の先のところっていうのが出てます。指だけ出とっちゃう、ここの部分でこのオニオコゼをねスコーンとね軽く踏んづけたと、もうそんなねぐさっと刺さってないんだよ、軽くだよ。でその時にバチーンって痛みがして、うわ何やこれと思ったら、そのままさーっとオニオコゼが泳いでいきました。ではこれはやられたなと。オニオコゼの毒性については、まあ僕もね一応プロのダイバーなので、まあ、知っていましたので、刺された瞬間そんなに痛くはなくて、パチンってなってなんかこう針で思いっきり刺されたんです。まあ大丈夫かなと思ったら、まあそっからだよ、5分10分とするためにこの足の先のジンジンがうわーっと上がってきて、で最終的にはね膝からももいって股のところぐらいまでしびれと痛みがずーっと上がってきて、足が なくなるんじゃないかなっていうのは感覚、めちゃくちゃ痛かった。でその後に気分も悪くなってきて、ファーストエイド、まあ、いわゆるその対処法としては、まあ、やけどしない程度の熱いお湯につけようということで、もうすぐにお湯に足をつけてタンパク凝固って言って、その要はタンパク質を固めていくみたいなことをしたんだけど、もう一歩間違えれば救急車というレベルでした。で結局ね、痛みは徐々に、まあ、1時間くらいしてからかな、ゆっくりと引き始めてはいったけど5日間ぐらい続いたかな、まあ、注意はしてる
とはいえ毒のある生き物も多いし、やっぱ擬態がうまい生き物っていうのが非常に多いので、海水浴に行ったりとか、スノーケリングを楽しむ方、ライバーの方であればダイビングを楽しむ方は、生き物たちぜひ注意をしてください。僕もね、福岡の海の中でこういういろんな生き物にやられてきましたけれども、何も起こらないことが一番ですので、皆さん注意して、海を楽しんでください。というわけで、私大場先生幸太郎が福岡の海でやられたことのある毒のある生き物ベスト5紹介してきました。この動画を見て面白かったなという方はぜひグッドボタン、痛そうだなという方もぜひグッドボタンを押してください。そして、まだ登録されてない方はぜひチャンネル登録もお願いします。というわけで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。